日本に必要な女性たちがおる、あるいは男性でもおるとしいるならば、どうするんだと日本海の、日本海から日本に近づいて、潜水艦に乗せてかっぱらできたいわけです。これが拉致なんです。今言ったように、私たちの頭にそんな発想はない。とにかくお金払って、すいませんねって言くと、せいぜいこそどろするぐらい、<laughs> あいつらちゃうですよ、なかったとったらやないかと。わかるでそうで 金エルは、キ日ニッセはちゃう、金ン・ショウ・ニッチだと言ったら、今申し上げたように、日本人なんです、ちは。な拉致問題でなんだいや、日本語を教えるためだと。ね、イラン、あ,にあの日本に救わすスパイに日本語を教えるためだ政治にそう言ってるでしょ、皆さんも聞いたと思う。 あのね、北朝鮮にはね、日本語しゃべらずいっぱいおるよ。なんで、韓国も北朝鮮も日本の領土やったから、植民地だったから、学校教育はみんな日本語でやったんですから、そうでしょ。当時、朝鮮半島全体の中で中心であったのがどこだ、今のソウルよりも平壌なんです。だから日本語しゃべる人がいっぱいおるわけ。で、それで考えなさい。拉致しててて日本人を連れてきて 日本語を次のスパイのために教えるために出てきた。嘘ですよ、そんなものは。あなたね、そんなことを考えたらね、朝鮮問題な分かんないですよ。私は嘘を信じさせられてる。それは何のためだ金正ジが日本人の血。つまり彼は何だ北朝鮮に日本人を置いたかったんです。日本人が必要だったんです。日本語じゃない日本人も置いてなかったんです。 まあ言うてみたら、自分と血を分けたというかね、そういう人たちが残ってほしかったね。それが拉致問題の本当の姿。だから、あの時は夫婦、あの時は女性たち、あの時は男性。日本人の血が恋しくて恋しくてたまらないわけです。六本木というとあでしょ。東京にね、六本木というとあね。その六本木に、1980年代、僕の掴んでる情報では、1980年代に、 6回キンジョンイルが日本に入ってますもちろんパスポートは偽のパスポートです。もちろんガードマンはちゃんとついて、日本は6回来てます。写真も残ってますから。面白い人が俺ね、一人、皆さん時々テレビに出張る人だから覚えてらっしゃると思いますが、藤本さんとして、お藤本賢治という人、知ってる彼は出るときに、海賊みたいな頭なんかタバマみたいに巻いてるね。 ほんでサングラスかけてる、でそうサングラスだけでは、なんか見えないサングラスはめてるね、藤本さんは。ほんでよくテレビ見てる、最近はだんだん北朝鮮が怖くなってきたのか知らないけども、北朝鮮の側に立ちながら説明するようになったね、彼はなんで面白いんやと言ったら、金正日イに、金正シに見込まれて、13年間北朝鮮にった、労働党員です。 だ正式な労働党員。だから北朝鮮において労働党員という国籍をもらうということは大変なもんですよ。ものすごい気に入られたんです。ほんで、この人は寿司職人なんです。お寿司で、何が金正日にとってお寿司の好きなのは何でしたかって言ったらね、マグロのトロとかね、なんかあるんですよ。ほら、もう好きで好きでたまらんわけですわ。要するに日本が好きなんですそして 藤本さんは、密かに潜って、日本へ来る。そして、築地の、あそこで、もう一、一本の大きなマグロを買って、で、北朝鮮に送ってたんです。で、また帰って、スしスネがやってた。だから、彼は、金正日の裏が全部分かってるわけです。もう今、日本に帰ってきました。そうまで、おった自分は殺されちゃうから。秘密を知りすぎたらめだね。ほんで、帰ってきたんです。ほんで、さらに、他の人の言うところによると、 金正日の乗ってる車はベンツですか違う。ベンツはドイツ製です。トヨタのセンチュリーです。あくまで日本なんです。そうだよ。それからね、彼は映画が好きですね。これもう皆さんよく知ってる。表向きは西部劇が好きでですね、映画館があってなんとかでやってるじゃない。違いますよ、寅さんだよ。寅さん。 私生まれも育ちも葛飾島方相手でしょそれはお前らしいですよそれから寅さんの歌あの映画の始まりに出るでしょほらもうできるそれは前にお話したことはあると思いますが草強いとこ一度はおいでってあるやな温泉のほらう前らしいですだから金さんのその部下たちは金さんに我々必ず日本を征服した暁には あなたを草津温泉に連れて行きますって,って金さんは日本人ですからそんな日本を征服するなんて本質的には嫌でしたねだけどそうかそうかってやってるわけです <music> 一つの映画虎さんシリーズついに彼が好きな映画シリーズは何かしてますか釣りバカですもし <laughs> い西田敏行としたのあれよ。してるね皆さんも好きあんな好き好き 恥ずかしくて顔柳でもなっていう人がおりますが <laughs> あのこれね例えば寅さんにしてもねそれから今の西田敏行のね釣り場が考えても変でしょあれを北朝鮮の人だと思って見てたらあれをってのは金さんのことよ変ですねあんなデリケートな日本人の心なんて日本人しか分からないよ寅さん見てああよかったなとかねあの 家族関係の中でこニこグニやってやがてもそこまで言ったら終わりだよってか出ていくでしょあの辺りのこととかねそれがマドンナに必ずまあ振られるあれはね日本人がわか,からないんです本当はそれはオーストリアオーストリアってヨーロッパにありますよねオーストリアの首相がこれはおもろいからオーストリアでいっぺん撮影してくれって言って1回だけトラさんはオーストリアのウィーンで撮影したんですお前よ映画のこと知ってねえなと思うけどそうですよ 例外です、そんな人は。ほとんど分からない。寅さんが何がおもろいんかさっぱりこれ。僕、一回だけね、寅さんの映画見に行ったことがあるんや。普通はもうテレビですねそれから DVD も用意してますよな。いつも見てませんでそのばかり見てたら、えなこちゃんが。だけど、マまい作ったな。日本人の、ね、心の糸に触れるように、本当にうま作ったんだよ。ある時一回だけ僕は映画館行って見に来た。それ、なんでかって言ったら、 アメリカのの情報の連中が来たんですほんで、有名な寅さんを見に行くかって僕言ったら、見に行きたいって、今言ってるんかって、ちょうどお前、正月のこれやから連れていけるわって言ったんや。ほんで、僕行って、びっくりしたん、何がいた今日のこれと一緒ですよ。もう人は通路にも立ってるわ、横の壁にも立っていっぱいなんです。ええー、まだ映画館でこんだけお,おいでになったほんまにびっくりしました。ほんで、寅さんの映画が始まった、ドレーンって始まるでしょ。 で私とあるやんかもうみんなハーって叩いてうわーっての昔のクラマ天狗みたいなもんですがうわーって僕はびっくりしたんですええー、骨からダーと展開していくじゃない三田よし子っていう人が出てたしあの時の虎さんはアメリカの諜報の連中何も分かれんもうボーッて見てるんですで終わってどうやったのって言ったらすっぱりからない、ね。 騒いで笑って手叩い,いてる日本でを見てるのがおもろかったって。